いきなりですが、キリュウちゃんのご機嫌な朝食のため、リアルにもあるこちらの、富士そばに来ました。視聴者の皆様、いらっしゃいませ。今日は何しに来たんだか、ちゃんと言ってみよう。まあまあ、美味しそうだね。ちょっと待って。稲荷を食べたかったから注文したの。こういうお店に入ると、カツ丼やカレーライスに、むしろ惹かれてしまいます。いただきます。うまいな。うん、おいしい。おいしいね、やっぱ。おいしいか。おいしいものを食べることにより、もう気が狂うほど気持ちいいんじゃ。さあ、行くか。ありがとうございました。よろしくお願いします。もう気が狂った変態クソ投稿者による、ごく普通の片岸む龍が如く極み通の実況パート37始まるよ。今日は、あなた、どういうお仕事がここに来てるのかわかんないけど。うん。お前が先に行くか？ええ。うん。他の人は。手に中を入らさせていただきますので。というわけで、武器などの装備を整え、コーヒーも飲んだら、第五さん探しに行きましょうか。用意スタートがかかったらもう書き込んでいただいて、はい、お願いします。了解、用意スタート。どこにいる？行きますよ。行きますよ、行く行く。おっと、やはり敵が潜んでいたみたいですね。先手必勝、木刀で叩いて制裁をしておきます。初心者だからな、まずバックから調教してやろうか。どうですか、拓也さん、今日は調教しがいが。よし、次は高速組だぞ。うん、どうもガッテガッテ、もうぶち壊してやんぜ。相変わらずこの世界のヤクザはデブだと、ソファーとか持たされて、当然ぼしとけとか言われるんですかね。お前は今日何しに来たんだ。ああ、何やってんだおめえよ。お腹はどうなってんのかな。3人は飲みますか。ダメにあるでしょ。ボールをセックス。同じ武器ばかり使うと、マンネリすることを前世で学んだので、近くに落ちているバールのようなものも使いましょう。おお、だそうや。やっぱり壊れてるじゃん。壊れてた？で、俺が壊したのか。そうだよ。次は何をするんですか。バールのようなものが壊れたので、精油塔を持っていきましょう。おや？この穴、確か誰かが拳でぶち壊した記憶があります。見て、あとそのための拳。拳？気がまさしくない。殺しはやっていません。そのつけ、あかん、これじゃ患者死ぬ。よく見ろ、これこそお前らが死ぬにふさわしい道具ではないか。言ってよ、お前。安全地帯から投げナイフとは、卑怯な手を使いなさる。そんな君にはコンクリートブロック君を申請。ちゃんとこれ真ん中合わせればダメだな。女来いよ。真ん中から行ってやんで、真ん中から。こうすると君が痛いだけだぞ。ほら、入るぞ、入るぞ。左にも投げナイフキャラが、こっちにナイフ投げてきてます。合流会って、投げナイフ同好会でもあるんですかね。絶対投げられそうですよ、お前。次は本気でいいから殴ってこい。あ、外してんじゃねえよ。変な情報。クソが。あん時僕がどれだけ懐かしかったか、これでわかるだろ。先輩、頭大丈夫っすか。この部屋に使えそうなもの、こんな落ちてる回復アイテムとか大丈夫かわかりませんけど、とりあえずもらっておきましょう。おっ、誰も大丈夫なの。全然正解。敵の数が多いので、アルティメットヒート発動です。重い机も武器にしたり、暴れまくることができます。どっか適当にその辺ポイってしちゃって。だけより遊び、遊び行きますよ。もっとついてほしいんだろ。ついてほしいんだろ。おい、てめえ何見て興奮してんだよ。てめえの兄貴がよ、何にかぶられてんの。デブのくせに綺麗なドロップキックですね。岡田和親さんを思い出しますよ。
そんなことはどうでもいい。うん、やけに静かだ。嫌な予感がするよ。うん、あ、やべ。痛い、うん、サブマシンガンで撃たれたけど、後で牛丼詰めて、修理しておけば大丈夫です。次は撃ってやる。次は撃つぞ。次はこれでお前を痛めつける。あ、ケンフィ、ちょっと待って。ちょっと待って。ここら辺で、念のため回復をしておきます。この時のヘルスの減り方に、どうにも嫌な予感がしましたので。ほっほー。うわぁ、ビームス、ビームス。なんという味だ。あー、うめぇわ。まさか、まさか危ない。敵陣のど真ん中で飲食をするキリュウちゃん。コーヒーも飲んだので、探索を再開しましょうか。行きますよ。いいですか？ほら。ジュラル星人、姿を現せ！ついに正体を現したな、ジュラル星人！泣かすぞ、おら！やべえ、ホワイトマンじゃん。ほら、もっとでかい方がいいのかよ。どうなんだ？ほら、もしじっとしとけよ。あれはもっとでかい方がいいみたいだな。飛び道具を使ってくる連中は始末しました。残りのクイーンにもさっさとこの世からの解放感を与えましょう。ほら立てよ。太いのが気持ちいい。へい、座った、へい。違うだろ。さて、あとはあの投げナイフの敵を倒せばこの部屋はクリアです。君にはこの盾をあげるよ。これはどのくらい痛いんだ。車で盾はどのくらいだ。セレナです。おー、いいね、わかりやすいね。おー、逃げんじゃねーよ。うーむ、このままでは危険ですので、使えそうなものナイフ組んで。いや、チュートリアル以来だね。あー、気持ちいいか。ほらもう許せるぞ。ダブルオーバー。俺は銃なんか持ってません。嘘つかんでいいよ。落ち込んや、ギリュー。殺すぞ、俺。殺されてんだ、お前。さあ、こんな風にされて殺されてんだろ、お前。入ってほしいんだろ。お前、力抜けよ。下がるんじゃねえ。打ち込まれて気持ちいいかよ。ブザワだな。いいよ、来いよ。うん、上に行かけてくれない。お前さっき俺ら着替えてる時チラチラ見てたよ。ちょっと危ないかもしれないな。ダブルオーバック。あれ、おかしいな。その扉は私のどうぞという声にしか反応しないのだ。おい、開いてんじゃん。お前は最後に殺すと約束したな。あれは嘘だ。ダイゴさん、どこにいるんでしょう。裸にされて恥ずかしい撮影とかされてないごと。ここは金箔されたい、金箔ショーを見たいというお客様が集う会員制のバーです。その男を返してもらう。ダイゴさんを見つけることができましたけど、まずはこいつらを先に始末しましょうか。さあ、解体ショーの始まりや。あ、頭洗ってるわ。死んだんじゃないの。あー、痛い。ほら、さやまあねきがいるので、このヒートアクションがやたら発動してしまいます。もっと激しくしろや、二人とも。最後の一発決めてやるよ。ほら、スタミナで暴力セックス。これ終わりですか。アップでほら取られるぞ。美味しそうな体。うん、まず悪い。すいませんで済んだら警察いらんやろ。ゴダ会長は別の場所に連れてかれちまった。岡山の金木。すまね。いや、こっちも遅くなって悪かったな。大丈夫か。大丈夫じゃねえ、死にそうだ。
どうした、どっか怪我でもしたのか。そうじゃねえ、腹が減って死にそうなんだよ。それなら体の方は問題なさそうだな。この辺にうまいラーメン屋の屋台だよ。この女は女の子みたいな手してんな、ツルツルじゃねえの。行き過ぎ。ここはおなじみセレナです。一人一人の動き、銃の撃ち方、やつら普通の組織じゃねえ、まるで軍隊のようだった。軍隊か、試してみるか。俺だって元コマンドだ。大丈夫か大吾。柏木さん、頼むぞ。体は問題ないのか。すんません、郷田会長を守りきれませんでした。それは聞いた。気にするな、お前が無事で何よりだ。タバコでも吸わせてやるか。いただきます。それでお前と郷田会長を拉致した奴らはどこのドイツなんだ。コマなんだろ。詳しいことはわからない、だが自分たちのことをジンゴン派と呼んでた。本当にジンゴン派と言ってたのか。どうして知ってるの。柏木さん、ご存知なんですか。ああ、だがジンゴン派は壊滅したはずなんだが。さっき府警に連絡してジンゴン派のことを調べてもらったら、そんな組織の記録はないと言ってたわ。ジンゴン派は世間では全く知られてない組織だからな。けどそれだけの組織だったら警察の記録には残っているはずよ。警察はジンゴン派の存在を抹消したんだ。どうして。あれは20年以上前のことだ。といったところで今回は終了です。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。終わり。閉店。以上。お疲れ様。